ボブ・ホスターは、アメリカ合衆国の男性プロボクサー。元 WBA ・ WBC 世界、ライトヘビー級王者。ライトヘビー級の世界王座を14度も防衛している。1961年3月27日、プロデビュー。1968年5月24日、ナイジェリアの英雄リック・タイガーの持つ WBA。 WBC 世界ライトヘビー級王座に挑戦した、ボブフォスターは、4R カウンターのフック一撃で小勝ち。王座ダッシュに成功すると、ここから快進撃が始まる。1970年6月27日、マークティスマンを相手に4度目の防衛を、達成するまでに11戦をこなすが、そのすべてを、小勝利で飾るなど向かうところ敵なしだった。ライトヘビー級で無敵を誇ったボブフォスターは、 今度はヘビー級王座に的を絞った。当時はクルーザー級がなく、ライトヘビー級の一階級上の階級がヘビー級である。もともと長身でヘビー級の選手だったボブ・ホスターにとっては当然の選択と言える。しかし当時のヘビー級はビリー・コンやアーチ・ムーアといったライトヘビー級の名王者たちがヘビー級に挑み跳ね返されており、ライトヘビー級の選手は ヘビー級の王者にはなれないというジンクスがあった。1970年11月18日、ヘビー級王者ジョー・フレイジャーに挑むも2回小負けを、喫した。1972年11月21日、ナブフ、北米ヘビー級王者モハメド・アリに挑むも8回小負けを、喫し、ついに、ヘビー級のタイトルには届かなかった。百七十四年六月十七日、 15回引き分けで、ライトヘビー級王座の14度目の防衛に、成功すると王座を返上。ノンタイトル戦を何度かこなした後引退した。最終戦績は65戦56勝8敗1分。世界戦戦績は16戦14勝1敗1分。ありがとうございます。